ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も金色のコルダ3やっていきましょう。はい、前回は、京也が落ちた。落ちた。落ち込み中、昼食不可、恋愛失敗。なんであれだけで失敗って言えるんだよ。まだ頑張れるかもしれないんだろう。諦めんのが早すぎんだよ。無理みたいです。じゃあやっていこうか。大丈夫だ。たかがメインカメラをやられただけだ。さあ寝るぞ。どうなんだろう、もう今日やなんかもう落ち込んだまま大会までもつれ込むのか、これ大丈夫なのか、それ。あて BP いつある？1254。いらっしゃいませ。あいよ、とりあえずラインナップを見る。習熟度2倍。そうだよね、もう一曲は完成させなきゃいけないんだよね。一応どうしようかな。とりあえずこれ買ってリボン1個買っとく。でも一緒に練習できる人しか上がんないんだよね、これ。一緒に練習できないメンバーはどうすればいいんだろう。ただひたすら聞かせてプレゼント貢ぐしかないのか。またのお越しをお待ちしております。はい、プレゼンツね。毎度どうも毎度も。はあ、万年カレンダー、ヘッドフォン。どうなんだろう。まあ、とりあえず400円しかないから無駄遣いはできん。今どういう状況だ。もう曲はでもほぼほぼ完成は、1曲は完成しているんだよね。やあ、えて嬉しい。本当だよ。いっぱいいる。おプレゼント持ってるな、お前。いつもいい感じの BGM。ありがとうね。よかったらこれもらって。なんか知らないけど音楽の役に立つらしいよ。ハンディメガホン。よしよし。えらい。いつかは使える。無駄にはならない。音楽。大好きです。はい。アンサンブルはでももう80までは来てんのか。もう一曲なんか作んないとだな。これか。弦楽四重奏曲。一応レベル12で今できるのはこれぐらいか。まあ、熱情的な完備に生き生きと新人軍団入れといて、とりあえず。はい、新人っていうのも、もうわけわかんなくなってきてるけど、とりあえず作るだけは作っとくか。うん、でどうする。ディベリティメント聞かせて少しは稼いでっか。いや、なんだっけ、どこが一応上がりやすいんだっけ。一応音楽室か。音楽室完成度ボーナス。リツとハル。リツ、お前か。時間があるなら演奏聞かせてくれ。じゃあ聞いてくれ。じゃあ聞いてくれ。ディベルティメントです。はい。80たす17。完成度、ああ100は超える。100以上あるなこれ。そうだよね、100以上あるよな。完成度、じゃあこれで完成度プラス34でいくか。はい、せっかくここで弾くんだしね。さあ集まるか。あー、もういい音楽になってるね。いいアンサンブルです。一人落ち込んでるけど演奏には影響ないのかな。はい、ここ増えなくて寂しい。人増えなくて寂しい。いい感じだ。この前よりも快活に弾けてる。君は成長が早いね。みんなも成長してください。私の成長よりもみんなが成長。おお、またメール来た。また新たじゃないだろうな。誰だ。最後の夏。お、珍しい人来た。第一。さっきクラスのやつとバタリやってね。インターハイで負けて夏が終わったって言ってた。けど悔いのない3年間だったさ。やっぱりここまで来たら優勝はしたい。けどまずは悔いが残らないようにしたいと思ったよ。そのためにはあと少し君の力を貸してくれ。まあいいんだけど、それはもちろんいいんだけど、お昼ご飯のタイミングだったから、てっきりお昼ご飯だと思ってた。それは貸しますよ、貸します、もちろんです。じゃあ元町通り。うわ、すげえいっぱいいる、すげえいっぱいいる。ここで一発聞かせて稼ぎつつ。いやでもほとんどファンなんだよな。なんかファン増えないな、これ以上。困ったな。もうちょっとファン増やしたいんだけども、ファンだらけ。おお、なんか悩んでる。あ、徳川さん。失礼しました。考え事をしていて。内容ですか？次はどこに行ってみようか。次？
遊びに来たわけではないのだから不謹慎かもしれませんが、初めての土地から学ぶことが多い。おーおー、なるほど。散策してたのか。特に横浜は長い日本の歴史と海外の情緒が入り混じっていてとても興味深いんです。部員のみんなと一緒にいろいろ見て回りたいと思って、もちろん練習を終えてから。おー、ガイド渡しますか。買ったね、買った買った、渡そう。え、これは？イエーイ。開けても構いませんか？いや、プレゼントだとこのなんか好感度の上がり具合がすごそうだな。音が違うもんね、シューンって言ってるから。横浜の観光ガイド僕にくださるんですか？買わなければと思っていたんです。でもいろいろありすぎてどれを選んでいいのか迷ってしまって。じゃあ一緒に巡りますか。これならコンパクトで持ち歩きやすい、インデックスも分かりやすい。とても嬉しいです。ありがたく使わせてもらいますね。本当にありがとう。今そうだよな、スマホで大体済んじゃうもんな。うん。ヘイヘイシリー、おすすめのランチはどこみたいな感じで済んじゃうもんな。いっぱいいるぞ、いいぞ、7人。このゲームでこの狭さで7人はいいぞ。スペシャルハンディメガホンで120か、ま、120までしか上がんないのか。あの160を超える曲はできないな。あれすごすぎたぞ160は。うん、はい、快活快活。お昼ですね。いやどうしよう、失敗した男。失敗した男。一番小さい人は宗介だな。一番少ない人は宗介だな。あの東金さんたちともお昼ご飯ぐらい食べたいんだけどね。いいと思うんだけど、あの人たちともお昼ご飯食べてもいいと思うし、焼肉やった仲だしな。ねえ、じゃあ一番低いソウスケでいいか。ソウスケでもこないだ食ったんだよな。食ったんだよな。まあいいか、ソウスケ食べようぜ。今日は何食べるか分かんないけど、じゃあ距離、いただきます。この距離。あ、ありがとうございます。昼食を食べながら楽しく過ごした。お、イベント。テラスに長椅子が2つ並んでいる。休憩するにはいい場所だ。え、ここでこの間熱中症なりかけたんじゃなかったっけ私。大丈夫ここ。なんや、おお、先客がいるようやね。法政さん、俺、うん、めっちゃしんどい。てかこの人とお昼食べたかったんだけどな。そこで寝てもええ？寝てもええ？わ、ええよ、構わないという。少し考える。え、なんで考えるの。自分はもう行く。考えてどう結論出すというの。構わないです、どうぞどうぞ。ありがとう。ありがとう。それじゃあ、はい、そこで休ませてもらおう。ただ熱中症に気をつけてくださいね。え、時は隣の長椅子に横になった。うん、え、近い。急に近い。やっぱり暑い日には木陰でのんびりが一番や。そうね、汗だくになって、うん、走り回るなんて性に合わ。うん、あ、どっかの高校のこと言ってますね。朝5時から走ってる高校あったね。え、何このまま。けど、うん、生命力みなぎっとうね。生命力、ここのセミ、生命力。圧倒されそうや。ああ。なんかよう寝られへん。あ、そう？割とセミの音で、うん、眠れないってことないけどな。自分も寝つけない。だんだん眠くなってきた。え、どうしよう。え、これどうしよう。だんだん眠く。私寝る？私は寝る？え、どうしよう。え、どうしよう。寝つけない。え、同意でいいかな。同意、何でも同意マン。そうな。うん。なら、俺が寝物語でもしたろか。あ、よかった感じ。なんか喜んでる感じだよね、これは。ん？ん？ん？ ああ。え？ほんまに素直に寝入ってしまって。え、なんですって？なんですって？あどけないもんだね。高校生にもなって、高校生にもなって、こんなんで大丈夫やろか。もう私この人にそんなに心を許してるんだ。もう少し、はあ、警戒心を持たん、警戒心持たんと。いやーでも、何その終わり。何その終わり。
え、でもしかも上がんなかったけど、上がんなくてよかったの。今の上がる流れじゃなかった。どういうこと？とりあえず山下公園行って、いやどうしようかな、新曲、もう一曲の新曲の方やるか。そうだな、どこだっけ、練習室か、習熟音楽室、ここだよね。完成度ボーナスだな。屋上だな。そうだ、最初は屋上だ。今日や、大丈夫か、お前。なんでお前か、驚かすなよ。もう、覇気がない。完全に覇気がない、この人。ちょっと新曲聞かすか、じゃあ。ディベルティメント、ディベルティメント終わってないのか、私、個人的に。個人的に終わってない。じゃあ、まずこれを習熟していこう。14しか上がらんが。習熟度上がるアイテムはメトロノームか、28。まあでもこれどうしよう。いや、誰かとって、京也がいるじゃん、そこに。京也、やるぞ。新曲やるぞ。これだよね。ラベルの第2楽章。今日やっと習熟度をがっつり上げていこう。21。頼むぞ。2人で練習。まあやることもねえし、付き合ってやるか。お前、もう、本当に覇気がなくなってしまったな、こいつ。抜け殻になってしまったな。せっかくいい天気だしな、行きたいとこがあんだよ。またさ。行くぞ。どこ行くんだよ、もう1週間切ってんだぞ。大丈夫か？25上がった。ああ、疲れた。ああ、ダメだ。覇気がない。どうしよう。困ったな。あともう一回ぐらいやって、もう一回誰かとやって、第一もちょっと四重奏頑張ってやって、もうないんだよね。技術力上がるやつしかないよね。技術上げなくてもいいな。技術上げなくていい。勝手に上がる。14にはなる。はい。なんで私みんなを育ててばっかいるんだこのゲーム。なんか恋愛するためとかじゃなくて、育てるために練習してるぞ私。あれそういうゲームだったっけこれ。習熟度。だって間に合わないもんな。やろうか。はい。あ、また落ちていく。はい、技術は14になった。まあやっとまともにはなったね、技術が。でもどうしよう、そういえば花になるとか、私花になるっていう話は何にもなくなっちゃったけど、どうしよう。とりあえず山下公園で聞かせてっか、最後にもう一回。いや間に合うか。あと6日だろ。もう BP 貯めてる場合じゃなくないか。 BP 貯めるのは1日1回でいいよな。どうしよう。せめてお前も練習か。せめてこの人に聞かせて、最後にこれ聞かせて。完成しないよね、まだディベルティメント。いや、きつい。いや、きつくなってきたな。とりあえずこれ聞かせて。技術なんか全然上がんないし、これ聞かせて。ちょっと花についてちょっと詳しく、東金さん、千秋。ちょっと花について詳しく。あ、ダメだ。ダメだ。あー、今日ほぼほぼ何にもなかった。トキホウセイの横で寝落ちしただけだった。トキホウセイ、お前の好きなタイプはなんだ。好きな音楽は聞いたから、別の話。好きなタイプ聞かせてもらおうか。そうだな。トキの好みのタイプか。あいつは自分から動かないタイプだ。確かに。恋愛面でも食えないやつだぞ。え、じゃあこっちからガツガツいけってこと。放っておかないと相手への興味を失うようだ。少し冷たくされてもめげずに頑張ることが肝要だろう。なんでそんなこと知ってるんだ君は。やっぱ怖いこの人。やっぱ怖いこの人。はぁ。
てかもう今夜は終わってしまったからな、431まで上げたのに。で兄貴は曲を弾いてれば勝手に上がってったからもう488まで上がっちゃってるんだよね。うん、はあ。でもあとはもう新人さんたちで頑張っていくしかないか。まあ千秋も結構ちょくちょく聞かせてんのに22しか上がってないよ親密度。ああ、宝生さん頑張ってるけどね。宝生さんは頑張ってるけど上がんないなーこの人たち。雨宮さんも全然イベント起こなくなっちゃったからね。はい、私は本当に花になれるんでしょうか。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。あのイベント成功だったんじゃないの？失敗だったの？あれ？わからんの？